はいええー、皆様こんにちは今日はハリーウィル選手の勝負曲をお話ししていこうと思いますもう勝負曲って言ったらもう生命になるんですけどもやはりねまた生命をフリースケーティングで使うのはあれかと思いますのでこの生命を今回ショートプログラムで使ってほしいなっていうのが僕の願いではありますねこれ荒川静香選手のトリノオ,オリンピックがの時にですねあのー、以前 フリースケーティングで幻想ソフ力のオーケストラバージョンを使ってて、それをね、ショートプログラムに変えて、フリーは2004年の世界選手権に優勝した時のトゥーランドット、ちょっと編曲をしてアレンジしてですね、ニコライ・モローフに振り付けしてもらって、金メダルを取ったっていう経緯があるので、まあ、あの、フリースケーティングの曲をショートプログラムに変更して滑るっていうことは結構僕はあのいいんじゃないかなと思ってます。なんで、ショートプログラムは生命ってことですね。 はい、でフリーなんですけど、まあ、これは結構難しいなと思ってます。風、まあ、ノ折りバストロで滑ってくれたりするとかあるいは単語やフラメンコとかかっこいい曲で滑ってくれてもいいと思うんですけどもあのスタミナが、ね、少しこう問題になってくると思うので馬丹、まあ、選手はこスタミナが、ね、少し、ねえー、弱いっていうところが一つこうポイントでもありますので、まあ、穏やかな曲でこう滑るう っていうのが一つ僕はありかと思う。生命激しいんでね。なので、まああのセ、スタミナっていうところをちょっと考えてみると、まあ、クラシック系の曲とかね、で滑ってくる可能性もあるんですけども、なかなかそうフリースケーティングを予想するのは、まあ、難しいなと思いますね。うん。そんな中で最近ね、あのーまあ、ちょっとこう話題になっているのが、千と千尋の神隠し。 ですね。千と千尋の字が書けないかな。千尋、こういう字だったかな。すみません、間違ったら申し訳ないですね。多分違うと思う。千と千尋の神隠しですね。まあ、この千と千尋の神隠しに出てくる白という、ねえー、人物がいますが、その方の衣装が、あの羽生くんが生命で着ている、えー、衣装にあの似ているということで、あの話題になっているんですね。で その衣装が本当そっくりなんですよね。で、あとなんかその橋の向こう、ここに来てはだめだっていうねシーンありますね。あの、あの千尋に対して今すぐ戻れって言ってる最初の冒頭のシーンあるんですけど、そのシーンがかっこいいとかね、えー、この手をこう,こういうふうになんかなんか手を曲げてね、ふーとかって吹くシーンあるんですあのシーンやってほしいというね、人がね、あのいたりとかですね。まあ結構羽生君、ここの白のね、あのシーンを羽生選手演じてほしいっていう話題が殺到してるんですよ。それを考えて、やっぱり あのファンの気持ちを思って、えー、っとね、フリーステイティングを千と千尋の神隠しにするっていうのは、これは全然アイかなと思います。で、衣装なんかも全然今のね、あのー、生命の衣装を着てもいいんじゃないかなと思ってるぐらいなんで、まあね、非常にイメージがね、つくんですよね。うん。あの、宮崎、えー、駿さんの、えー とまあ、被災石譲さん作曲の「千と千尋の神隠し」の曲で滑るっていうのは、まあ、僕は結構悪くはないかなと結構あのファンの方も、えー、ファンの皆さんもですね、えー、喜ぶんじゃないかなってちょっと思っていますね。うんあのー、もう頭の中でね羽生選手が「千と千尋の神隠し」で滑ってどういう編曲でどういう曲で滑ってるのかって,って予想がね想像がねつくんですよ。 うん、もう頭の中で羽生選手が千と千尋の神隠しで滑ってるシーンっていうのは想像がついちゃうんですね僕の中では。なのでまあうんやってくれるかどうかってのは分かんないんですけどもぜひねうんなんかなんかね、えー、極東的にもいいし、えー、感動的なシーンとかね、えー、なんかおにぎりを渡すシーンとかもねなんかいいなっていう思う感じもあるので、まあ白もたまに冷たくなるんですけども、まあ、そういったところもねなんかいいなっていうふうに 感じる部分も結構ストーリー迫って、えー、宮崎駿,駿さんのね、えー、もうもう集大成で一番ねあの僕は素晴らしい作品だと思っているのでまあそういった意味でまあこのあのそうですね戦闘地霊の神学して滑る羽生選手を見てみたいなというふうに思ってはいますねはいというわけで、えー、今日は羽生選手の勝負曲についてお話ししました最後までご清聴していただきましてありがとうございます